こんにちは、たまちゃんこと田畑めぐみです。私は今、都営三田線春日駅のそばにあります東京都は文京区春日町の交差点に来ています。今回のたまさとこーはこちら、アラブンジョ通信11月号のアラブンジョ散歩に掲載されています文京区は本郷1丁目界隈をお散歩していきたいと思います。たまさとゴー。結構ね、白山通り交通量があるのでね。で、ここでね、中の方にちょっと春日通りの方に向かっていくようなね、こう路地の方に入っていきたいと思います。東京自体にその坂道って多いんですけど、その東京の中の3分の1を占める坂がこの文京区にこう集約されてるらしいですよね。ちょっとなんか息が上がってきましたよあ、なんか看板っぽいのが見えてきたかも。あ、ちょっとこれ坂名由来版じゃないですか、これ。あ、ありましたよ、旧東富坂。昔文京区役所があるあたりの定地を二ヶ谷と、この谷を挟んで東西に2つの急な坂道があった。東の坂は、木が生い茂り、富がたくさん集ってくるので富坂と言い、いつの頃からか富坂、こうなんとなく聞こえが富坂みたいな感じだったんですかね、呼ぶようになったと。区内通行の大切な道路の一つであったということは、ね、その当時明治の時代の頃はこの通りがメインの主力の道だったということですよね。いや、ちょっと今も春日通りしかこう思い浮かばないので、結構って意外な感じですよね。東富坂を上がりきったところ、春日通りが見えてきたところに、うわ、見てくださいよ、東京スカイツリーがあんなに大きく見えてるんですね。うわ、ちょっとびっくり、ちょっと鳥肌が立ってきましたそっかそっか、ねえ、こんなになんか近く感じる場所に見えてたんですね。散歩の醍醐味ってここなんでしょうね、きっとね。いろんな発見がありますよ、驚き。ちょっとこちら見てください、とても綺麗な、ね、あのお店が、黄色のペイントされたお店が見えてきました。こちら、ね、アラブンジョ通信にもありますけれども、本郷池田屋さん、酒屋さんでございます、ね、中の方にちょっと入ってお話聞いてみましょう、ね、さあ早速ですね、本郷池田屋さんの中に入ってきました。こちらにいらっしゃいますのが店主の4代目店主清水さんです。こんにちは。こんにちは。清水さんは4代目のご店主ということで、そうです、4代目の。ということは、はい、本郷1丁目に住まれてから結構ね、生まれてこの方43年になりますけど、ですよね、はい、ってことはこのなんで町のこう移り変わりとかもずっと見てらっしゃる、はい、そうですね、見てまいりました。どんな感じですか、はい、今違いますか、昔と今。もう全然変わりましたよね。まあ、子供の頃の話になりますけど、うん、はい、春日通りはまだ片側一車線ちょっとしかなくて、信号とかもこんなについてなかったしね。この春日通り渡るのも信号というか、うんうん、横断歩道はあったんだけど、信号っていうのはまだなかったんですね。点滅信号みたいな。車の通りも少なくて、子供の頃はもう道路で野球やったりできたぐらい、うん、危ないですね、今考えるとね。そうですね、危ないですね、今はできないと思いますけど、はい、なんか路面電車も走ってたとかって。そうですね、路面電車も走ってましたね。ここは坂なんでね、この前はかなりゆっくり、ね、そうです、降りるのも登ってくるのも。でもやっぱりいい街ですか、本郷一丁目。とてもいい街だと思いますよ。そうか、そうですよね。今日はね、こちら酒屋さんにお邪魔しているので、はい、まあ、この時期、まあ、11月ですから、はい、まあ、お酒、まあ、ボジョレ・ヌーボーも解禁もありますし、はい、ちょっとなんかおすすめのお酒とか何かあったり、ね、おすすめのお酒ですね、はい、はい、ここからは日本酒が美味しくなる季節かと思います。そうですよね、寒い季節はね、まずは日本酒から、日本酒からね、はい、いきますかね。
まあ、これはうちのオリジナルのお酒でして、はい、桜木、はい、はい、そうですね、あの桜木神社の桜木神社の桜木ですね、はい、え、すごい、字はあのうちの母が書いておりまして、じゃあ本当にオリジナルだ。そうですね、はい、しか売ってないんですけど。ちなみに価格はおいくら？これは2000円ちょうど。2000円で、はい、味はどんな感じなんですか？辛い。味はとてもあの飲みやすい感じですね、うんうんうん、あのどんなお料理にも合いますんで、はい、お祭りだとあの、うん、おつまみなしでこう飲んでしますんでね、はい、そうかそうか、そういうのでも十分美味しくいただけ、いただけるという。ね、じゃあもう本郷一丁目にいらっしゃった時にぜひこの、ね、酒さんにお寄りいただいて桜木を、ね、買っていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします、ね、あとはワインがね、はい、ワイン、はい、そうですよ、ボージョレー、ね、19日に、ね、解禁ですしね、はい、19日ですね、19日ですね、はい、店頭で試飲もしてます、ね、試飲もするんですか？試飲もします、ちょっと私も来ちゃおうかな、ぜひこちらはどういったコーナーになるんですか？こちらですね、はい、食品ですね、一般的にここは秋田の物産ということで、はい、私があの秋田県の、仙北市とですね、はい、交流をしておりまして、はい、向こう の, その農家の方々と、交流をしようということで、まあ、作ってるものをねぜひ扱ってくれないかということで始めたんですけど、大変評判が良くてですよね、はい、でもすごい意外ですよ、そうですね、秋田県がドドンとこう本を一丁目にやってきたみたいな感じですもんね、ぜひ皆さんこちらも、ね、チェックしていただきたいですね。そうですね、うん、はい、清水さん、こちら、はい、湯島本郷百景のポストカードが置いてあるんですね。置いてあります、はい、ね、これは、ね、まあ、皆さん分からないからちょっとご説明を、ね、そうですね、うん、湯島本郷百景と申しまして、うん、まあ、その本郷と湯島のね、いい町並みをこうしてこう絵にして残していこうじゃないかと、うん、そして、その町をねベースにみんなでこうつながっていけないかというような、企画で始まった湯島本郷、マーチング委員会というのがございまして、はい、そこの皆さんでこの絵を作って、販売していこうということになりまして、うちも、協力させていただくことになりました。はい、あの池田屋さんもこちらのハガキの、ね、そうですね、描かれて、はい、こちら手元にございますけれども、はい、なかなかどねもね味があっていいと思いますけど、うん、ですよね、はい、でこの辺のやっぱりこのあこう旧東富坂、はい、こちらの万能線がねちょうど、入ってくるところですとか、はい、とてもおすすめの、ね、いいショットですよね、はい、これもね、まあ、ちょっといろいろお話尽きないんですけれども、はい、この後ねいろいろ散歩していく中で、はい、なんかこうおすすめのこうスポットじゃないんですけど、なんかおすすめするところなんかありますかね？そうですね、この街自体がだんだん今移り変わってるところなんで、大きい通り国道に面してちょっと一本入ると、まあ、新しい街並みもあるんですけど、その中にもね古いところも何か所か残っていて、また坂と坂のね間にある街なので、坂との混じりみたいのを見ていただけるといいかなと思いますし、じゃちょっとその辺を楽しみながら、ね、私もこの後お散歩、あと緑もね比較的多い場所それも見ていただけるといいかなと思いますけど、はい、分かりました。じゃあちょっとこの後楽しんでお散歩をねまた進めていきたいと思います。今日はたくさんお話いただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてやっぱりね本郷といったらイチョウなんですよね、イチョウ祭りっていうくらいですから。でもまだねこの青々しい感じがねまだこう黄色く色づいてはないけど、そろそろ行っちゃおうかなみたいなくらいの感じでしょうかね。でこのちょうどこう茶色く黄色くなってきてる感じかな、葉っぱの周りのあたりがね、この秋の日差しにね照らされて紅葉していくんですね。ダーン、東京ドームが見えてきましたね。え、大きいですねやっぱり東京ドームってね、ドーンとした空間の中にすっぽりと入ってる感じ、いいですよね。やっぱり文京区のこうシンボルと言っても過言じゃないと思うんですよね、うん、さあ今日のお散歩はここまでといたしましょう。明日も引き続き文京区は本郷一丁目界隈をお散歩してきます。どうぞお楽しみに。